じゃあ、いきますか。はい、参ります、参ります。はい、皆さんご存知、名曲の奈良曹操ってあるじゃないですか、うん、森山良子さんが亡くなったお兄さんのことを思って書いた、うん、でビギンと一緒に作った曲、はい、もう本当に名曲なんですけど、奈良曹操って意味は涙がもうポロポロ溢れてこぼれ出るっていう意味があるじゃないですか、うん、で、あの都の歌い人下地勇さん、うんうん、今度の悠々国がにも来てくれて歌歌ってくれますけど、うん、勇さんといえばもう都の方言、地元の方言で歌歌ってるじゃない、うん、でこの奈良曹操って勇さんの地元ではなだだだだだんです。サマツでそういうの？なだだだだだ。ちょっと悲しみが。君への思いなだだだだだ。ちょっとうまくいかないね。ちょっとだだだだ。慣れてないからかな、慣れてないからかな、もしかしたらね、慣れたら大丈夫、聞き慣れてないから、ね、なだだだだだです、なだだだだだまるで、そこの部分歌詞を忘れたみたいな、そうそうそう、そうね、ね、ちゃんと歌ってっていう感じでね、うん、いや歌ってるけどみたいなね、なだだだだだなんだ、うん、面白いね、うん、こんなに違うんだ、面白いよ、深いよ、都、これ、涼子さんに聞いてみなきゃね、涼子さん、これだとどう思うって、だって、なんか早々だってさ、涼子さんからしたら沖縄の方言で自分の普通の言葉からしたら馴染まないでしょ、馴染みないでしょ、うん、それが、ダダダダだったらどう思うってダダダダダ、会った時に聞いてみて、ね、同じじゃないっていうかもしれないしねおかしい、ね、土曜日、勇さんに聞いてみるの楽しみです。